こんにちは、ドクターネックスです。さあ今日はイベントやっていきましょう。新コン様講座、あの人の昔編1話。コンによる解説コーナー再び。まずはイチゴの父親黒崎一心の昔のお話。現時点でやっぱりね、強入を最速でキャンセルすると当たんないですね。今11月30日です。礼ならいらねえぜ。ニコニコ。2話。続いて2人目は石田瓜生の父親石田龍拳の昔のお話。出てこい。そんなものか。どういうふうに使ってやるかな。耐えろ。3話。最後の紹介はイチゴの母親黒崎まさきの昔のお話。
出てこい。させるかよ。終わる頃にはもう修正入ってそうですからね。教員のね。3を終えて、エクストラ456は16時から開放って書いてあることはもう話はここまでですね。さあ、じゃあさちょっとこいつを終わらせていきましょう。出てこい。させるかよ。とどめだ。今日に飲む敵時間がなかったぞ。させるかよ。なめんじゃねえぞ。させるかよ。正面には半端なく長いけど、真横は今当たってなかったか？広い。まさきのステージだけど、まあちょっと一心でいこうか。出てこい。あ、これさ、この暗い見づらいところ。助けるかよ。助けるかよ。なめんじゃねえぞ。助けるかよ。なんかこう面白いとかいうよりもちょっと単に見づらいからやん。させるかよ。なめんじゃねえぞ。させるかよ。させるかよ。なめんじゃねえぞ。させるかよ。とどめだ。させるかよ。もういい。そんなものか。もういい。邪魔をするな。
こんなものか。どっちが使いやすいかな。そういい。そういい。かっけえよ。ここは龍拳接待ステージ。出てこい。おお。そんなに。そう、ジタンボルタンを今回使用しなかったな、リュウケン君はね。そんなの。おい。おい。そんなの。おい。そんなの。結構使いやすい。やだ、おい。そんなの。おい。待て。およこやん。帰ろう。はい、ストーリーの方はここまでですね。はい、しっかり回って石ゲットして、で、300万枚ですね。通り300万ポイントで神髄なんで、そこまで頑張ってゲットしましょう。今回はここまで。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。